こんにちは、フェリシティです。シェム誕生からの1年を当時の雑誌で振り返るこの企画も3回目です。今日は1999年の8号それからお送りいたします。3週連続役者インタビューが3回目で、萩原匠さん、1999年の2月11日にクラブセガ渋谷でシェンムの、ちょっとしたイベントがあったみたいで、その模様もリポートされてますね。石垣葉月さんと三好剛信さんがゲストで、そんなに大々的なものではないですけど、握手会的なものだったのかな。でキャラクターも何人か発表されていまして、衣装がこの時点で発表されてるんですけども、もうふーん程度でしたね。誰からもまさか衣装横須賀発売後にあんなに人気の出るキャラクターになるとは誰も思ってませんでした。やっぱりこのイラストだけじゃピンとこない感じなんでしょうね。あの CG キャラクターあってこその衣装っていうか、さらにあの独特のアクションと動き、それも含めて衣装の人気を、決定づけたんだと思いますけども、やっぱりこのイラストだけじゃピンとこない、あのちょうどいいところで作られた CG キャラクターっていうか、その影響がものすごく大きいですね。でシェムのサウンドトラック、あのオーケストラバージョンとシェンファのテーマのシングル CD ですね。まだ当時はこれ8センチ CD だと思いますね。でオーケストラバージョンのジャケットは長女ですね。これ結局今までに未だに出てないキャラクターがジャケットに起用されてるというのも、このシェンムーの独特の現象というか。で萩原匠さんのインタビューですね。でこれが結構中身が濃くて面白いんですよね。最初はレンではなくチャイ役だった。でほとんどチャイ役に決まりかけてたんですけども、なんかもうちょっとやりたいってことで、じゃあ自分をアピールしてみろって言われて俺は365日中364日酒を飲んでいるっていうか、そんな感じのことを言ったりしながら最終選考まで残ったみたいですね。でその時に初めて鈴木優さんを見かけて、あこれ最初はなんか映画のオーディションだということで知らされてたみたいなんですけども、あこれはゲーム関連のオーディションなんだなと気づいたみたいです。俺を使ってること自体本作のスケールがでかい証拠です。レンを意識せずに自由に演じる、それが自分のスタイルなんです。完熟したものなんてクソくらいっすよ。まあ編集の方からもレン役はこの人しかいないと言われてますし、やっぱりこの破天荒な感じをエピソードを見るにつけ、やっぱりレンにすごくぴったりな人なんだなというのが分かりますね。やっぱり後々出ますけど、シェンムが分割して2年間レンも、シェンファの日じゃないですよね。シェンファは一応一生横須賀にも登場はしてますし、2年間置いておかれるって感じになっちゃいます。それがちょっと残念ですよね、本当に。で前回ベンガルさんに似ていると紹介したチャンの CG キャラクターがこれですけど、 CG になってます。本当にベンガルさんにそっくりになったんですよね。でハリー、トム、それぞれ、本編のキャラクターが紹介されてますね。3は萩原さんどうなってるのか分かんないですけども、本当に向こうに出る気があって
そのシェーム3のスタッフも使いたいのなら本当に使ってほしいですよね。まあ、細かいことはいいじゃないかって感じになりますよね、この感じを見ていると。1999年の9号です。新事実発覚、驚愕のフリーバトルを見よう。これフリーバトル場所を見ればわかると思いますけど、山の瀬で戦ってますよね。もうなんか青山健二君も怪我しそうですよ、こんなところで戦ってちゃう。これはどちらかというとシェンムー2、シェンファのバレンタインカードですね。でこの時点まだ3月になったばっかりなのかな。この時点でもまだ今春発売予定、1999年春発売予定になってますね、シェンムー。実録、43人抜きフリーバトルの全貌に迫る。70人じゃなくて43人抜きなんですね。この時はまだ途中、70人バトルの途中のバージョン的なものなのかな。でこれスミスの、トニーとスミスでおなじみのスミスのキャラクターイラストですね。この顔の雰囲気とかを見るとわかると思うんですけども、シェーム3のキャラクターが結構このイラストをそのまんま CG に落とし込んでる感じがするんですよね。やっぱりさっき気象の話でもしましたけども、 CG キャラクターとしてそのイラストからある程度いいとこ取りでいいキャラクターに昇華させてほしいっていうのが望みですね。あんまりイラスト通りに作ってもなんかリアルなキャラクターとも言えず、なんか本当にイラストというかコミックというかそんな感じに近いキャラクターになってしまって、じゃあそれならドリームキャスト版のシェームのキャラクターリオとかシェンファーのをそれを使ってもいいんじゃないのって感じになっちゃうんですよ。まあ、モーションキャプチャーへのこだわりとか、中国に発狂犬を取材しに中国へ行った時のこと、写真とかも出てますね。1999年の10号ですね。4月1日シェンファテーマ曲シングルアルバム、シングル CD アルバム CD 発売間近。さっきも説明しましたけど、長順がジャケットのオーケストラバージョンとシェンファのテーマのシングル CD ですね。これも前回説明したカレンダーの3月の図柄です。あまり最近この図柄とか見てなかったんで新鮮ですね。で、いおりさんのインタビューです。歌うお話が来たのは発表会の3日ぐらい前だったんですよって。もうほんと直前ですよね。もともといおりさんは名探偵コナンのイメージソングとかソングアルバムに収録されてる曲とかを歌ってたんですね。で、劇場版の挿入歌も、割と初期の劇場版ですけども挿入歌も歌ってました。1999年の11号です。緊急速報、5月1日から3日、鈴木優プロデュースゲームの森イコールシェンムーの森が有明に出現。東京ビッグサイトで、まあ、ゲームとか、まあ、最近のデジタル機器とかを、デジタル機器っていうか、まあ、デジタルの世界を扱ったイベントが1999年の5月、ゴールデンウィークかな、週にあったんですけども、それのお知らせですね。で、こちら、ドリームキャストで、イベントの展示空間と全く同じものを作ったものですね、これ。ドリームキャストソフトとして。これ実際にやってみたかったですね。これちゃんと CU 台まで再現できるようになったんですよね。
ちゃんと亮が見てる姿になりますけど、でその実際の展示もこういうものが実際に作られてて、500平方メートルに及ぶバーチャル空間再現で、このイベントがネットワークジャングル2デジタルアイランドと言います。ちなみに NHKBS2 で放送されたシェンムの開発の特集を扱った番組はネットワークジャングル3と言います。でこの時にシェンムミュージックライブというものもイベントとして行われていました。その一部は本編の動画でも紹介しています。本編というのはシェンムのプレイ動画の前登場人物解説ですね。初心者からバーチャファイターファンまで楽しめるフリーバトル、 それがフリーバトルTOKYOGAMESHOW99春まであと1週間足らず。会場でシェムの醍醐味フリーバトルをチェックしよう。他にはこんなの見どころも、未公開シーン QT バトル、通常 QT を集めたシーン、他にびっくりさせることがあと一つありますけどね。このフリーバトルは70人バトルに近い感じのものになってますね。港で戦ってるって感じで、で石垣葉月さんも東京ゲームショウに来ますよというお知らせです。集めてシェンムーはこの時からでビジュアルメモリーを持っていけばこの集めてシェンムーがもらえたという感じになってますね。こちら1999年の4月2日増刊号です。590円と少し高くなっています。なぜならそれは体験版の GD-ROM がドリームキャスト用の GD-ROM がついてきたからです。関係ないですけどソウルキャリバーの移植が発表されてます。ドリームキャスト版のソウルキャリバーはプレイステーション4でもソウルキャリバー6出てますけども、それがあってもドリームキャスト版のソウルキャリバーはやっぱり一番のソフトなんじゃないかなと思います。でですね、その意義としてTOKYOGAMESHOW99SPRING、シェム待望の2日間、シェンファに会いに行け、そして謎の新モード技伝授が明らかに、東京ゲームショーでついに発売日公開、まだ今週発売予定、価格見て FRE、 もう3月下旬なんですけどね、それでもまだ今週発売なんですよ。会場で遊べるシェンム完全ガイド、チェイス系 QTE、QTE バトル、フリーバトル、未公開技伝授モードとは、このチェイス QTE があれなんですよね。シェンム一生横須賀ではまあラスボス的な感じであったテリーがここで追っかけられたんですよね。本編一生横須賀ではジミーでしたけども、この辺はまだ一生横須賀がそんなにボリュームがないことであったことが分かることなんですよね。東京ゲームショーでは新モードと発売日発表に注目せよ、集めてジェムをこうしてゲットせよ、集めてジェムはやっぱり今回が初めてみたいですね。配布は石垣葉月さんのコーナーが始まってます。
ぱりこの青い字読みにくいです。もうこの時点で1年以上シェンファのシェンファ役の収録をやってますね。セリフもモーションも含めて。それがどのくらい使われたのかっていうのが本当に気になりますね。ぜひそれがちゃんと使える形で残ってて、もうねセガも無償提供していいぐらいですね。もうぜひシェンムー3に石垣葉月さんの名前を載せてほしいです。出てる出てないデータを使った使ってないに関わらず、石垣葉月さんの名前は絶対載せるべきだと思います。1999年の12号です。ついにこの時が。シェンムー一生横須賀、セガ8月5日発売日未定、シェンムー第2弾、セガ本冬発売予定、価格未定、とうとう分割が発表されてしまいました。ユウさん、どこへ？まさかシェンムーを分割に？やめてください。20年かかるかもしれないソフトですよ。いや、このシェンムーのいろんな実況動画を見るたびに福さんのこのセリフをたくさん聞いてたもので、ちょっとやりたかったんです。で、東京ゲームショウの、まあ多分記者が入るような日で記者会見があって、その時にこのいわゆる分割が発表されたんですよね。当然これまあ雑誌では後から出てますけども、やっぱりもうネットは発達してますから、当日にそのことが分かるわけですよ。もう当時はこんな炎上とかいう言葉はなかったですけども、やっぱり BBS 荒れました。そのシェム BBS ですね。もうなんて言ったらいいのか、もう9割そんなもの反対ですよね。発表会で見たものは何だったのって感じになります。一生横須賀って何？そんなもんですよね。結構まあ詳しいことは書いてますけども、まあやっぱりクオリティの問題で発売が開発が遅れているということで、ただ早くでもプレイヤーの皆さんにプレイしてほしいってことで、一生横須賀を分けて発売するということで、一生横須賀は、まあ、戦略的にな価格って言ってるんですけど、まあ安い価格ってことなんだと思いますけど、その話聞いた時、あれ980円かなと思ったんですけど、発売したソフトは6800円確かそうでしたよね。8月5日でもまあこの時点であと4ヶ月ちょい待てばシェンムーはプレイできるんだという感じでしたからね。で、冬にはまあシェンムー2は出るんだって感じで、まあ分割してもそんなに短いスパンならいいかなという、ちょっとまあ自分でも自分に言い聞かせるような感じで納得した感じですかね、その時は。この辺詳しく見えてればいいですけどね、記者会見の内容が載ってます。で、まあここ、シェンムーはスターウォーズかっ
ていうことで、この辺でもう何章こうし、多分16章ですよね、この時言ってたのは。多分で、結構長い物語であることが分かっちゃうわけですよ。まあそれはちょっと置いといて、正式タイトル発売日ついに決定、8月5日、シェンムー1章横須賀、東京ゲームショー密着レポート、集めてシェンムー配布開始、オリジナル CD& ビデオも配布、ついに遊べるシェンムープレイアブルデモ全速報。この時にもう配布されたのが多分ここ4つがデフォルトで、合わせて16か。この時に悦子さんとか久坂さんも入ってます。少しでもいいもの、それが今は最優先です。まあね、まあこの分割があってもシェンムー2がこの同じく1999年の冬に発売されていたならば、かなり変わってたと思いますね、やっぱり。シェンムー1章と2合わせてセットで評価されていたでしょうし、シェンムー3もそれから1年か2年後には出たかもしれないですよね。いかんせん作るのがものすごく大変なソフトなんだなっていうことが、まあ分かりますよ。でこの分割に関してはシェム BBS でも、もう絶対反対、そんなこと許されないってことで、署名活動みたいなことをやったりする人も出ましたし、まあ僕自身はまあ最初は反対、もちろんね、その漫画の単行本でも、その何個かかけて揃えていくような雑誌あるじゃないですか、1号だけ安いようなああいうものでも、後になればなるほど買う人は少なくなるんだし、このシェンムーのなんかコンセプトの一つである誰もがエンディングを迎えられるっていうこと、ソフトっていうことに反しているじゃないかってことで、本当は反対してたんですけど、まあしょうがないかってことで受け入れざるを得ませんでしたね。今回はこの辺までですね。まあ東京ゲームショーの速報、まあこれは速報なんで、大体詳しい記事はまた次回になると思います。この時私はシェンムー3が2019年8月27日発売だなってことは全く知らない、全く予想だにしない1999年の中にいました。それではまた次回お楽しみに。